2021年6月16日中国政府は6月14日に CNN が報じた台山原子力発電所の放射能の脅威が迫っているとの報道に反論した中共の国家核安全局の責任者は1号機の第1回路での放射能レベルの上昇は主に燃料棒の破損によるものであるとしながら台山原発周辺の放射能モニタリングの結果からすれば原発周辺の放射能に異常はない 漏洩は発生していないと述べた中共は公式に漏洩について否定しているが自己疑惑により中共が投資している原子力発電所が再び世間の注目を浴びることになった中国原子力産業協会 CNEA は中国核農発展報告書2021の中で2020年12月時点で中国が建設中の原子力発電所のユニットは17基 総設備容量は1853万キロワットで建設中のユニットの設備容量は長年にわたり世界最大を維持していると示したなぜ中共は原子力の開発に力を入れているのか元アメリカカトリック大学機械工学学部長のショウ・シン氏は香港大紀元のインタビューで中共には核エネルギーの夢があると指摘した 中共にとっての原子力は主に政治目的であり国民の生活のためのものではない中共は原子力の夢を追求する過程で一方は原子力技術を向上させ他方では一帯一路を通じて海外に原子力技術を輸出して影響力を得るつまり核開発において人民の安全は最後の考慮事項だと指摘した 現在中国には62基の原子力発電用ユニットがありそのうち49基が中国の沿岸部を中心に稼働している世界最大の原子力発電国であるアメリカは1969年の1号機商業運転開始後2012年には原子力発電設備容量のピークを迎え102ギガワットとなっていたそれ以来アメリカの原子力発電容量は一部のユニットが引退したことにより減少している アメリカエネルギー情報局 EIA によるとアメリカの原子力発電設備容量は2020年末までに96.5ギガワットに減少するというこのままでは2030年には中国がアメリカを抜いて世界トップの核保有国になる可能性がある中共は核エネルギーの開発に全力で取り組んでおり海を隔てた台湾とは対照的である 2000年台湾は非核国家をエネルギー政策の主軸に据え、環境基本法第23条で、政府は非核国家の目標を徐々に達成するための政策を計画し、核エネルギーの安全管理、放射線防護、放射性物質の管理、環境放射線の検出を強化し、放射線から国民を確実に守ると明確に示している。 昇信氏は台湾当局の出発点は放射能から台湾の国民を確実に守ることにあり中共にとっては人民の安全は最後の考慮事項であると述べた現在核保有国のトップであるアメリカは1979年のスリーマイル島事故以降40年以上にわたって原子力発電設備の開発を行っていないしかし中共は核エネルギーの夢を追い求めている 多くの国が核エネルギーによる放射能の危険性を最優先にしている中中共は人民の安全を後回しにしている中共にとって核エネルギーは戦略的な産業であり原子力技術を海外に輸出するという野望を持っている中共の発展改革委員会は2015年に早くも核エネルギーの輸出方針を打ち出している2019年9月3日中共国務院情報弁公室は核安全に関する初の白書 原子力安全白書を発表した白書の第6部で「中共は核安全の未来を作るために人類共通の運命共同体の構築を推進する必要性に言及している」「アメリカや台湾が原子力に慎重なのに対し中共は核安全の運命共同体を謳いながら原子力発電事業を推進している」「今は真実を知ることが重要である」「中共が運営する原子力発電所の稼働はどんな状況なのか」 その安全性は、それは全世界が緊急に注目するべきことだと昇進氏は指摘した。